に藤田文武君。はい、藤田君。日本維新の会の藤田文武と申します。本日は4名の参考人の皆様、お忙しいところをお越しいただきましてありがとうございます。早速質問に入りたいと思います。今回の、改正案にですね、複数就業者等に関するセーフティーネットの整備等が盛り込まれておるわけですけれども、少し4名の皆様にご見解をお聞きしたいところがですね、兼業副業というものが、そもそも労働市場にとってですねプラスかどうかということを、お聞きしたいと思います。全世代型社会保障検討会議の中間報告の中に、思考分析といった高度人材では副業をしている人がそうでない人よりも本業での賃金が 36% 高くなっていて、これは非常に兼業副業の良い効果であると示唆されるというような記述が、ありまして、でこれの、なんていうんですかね、この参考資料を、見ておりますと、そのいわゆる高度人材以外の、運動タスク、コミュニケーションタスク、思考分析タスクと、この3つ領域がありまして、運動タスクはおそらく肉体労働、ブルーワーカーに近いもの、コミュニケーションタスクは、おそらくサービス業を中心とした職種、こういったものが含まれて、こちらに関しては相関関係が見られず、むしろ、運動タスクに関しては、明確な優位性はないけれども、ちょっと下がっているというデータも、あります。というところを見たときに、社会保障検討会議等ではですね、兼業副業を推進したいと、兼業副業が、いいよというようなメッセージを放っているように、思っているわけです。で、そこでは疑問点としてですね、兼業副業が果たして労働市場全体を見たときにプラスかどうかという疑問が、ございます。4名の皆様にその点についてご見解を聞かせていただけたらと思います。正木参考人。先ほど社会保険労務士の友人が兼業副業という形でやっているという話申し上げました。その方は伺いますと、やはり普段、人事の担当で会社の中で、人事相談などやってるんだけれども、土日に役所の労働相談窓口などで働いたりというのをすると、やはり会社の外からの視点というのもよくわかるということでしたので、そういう面でポジティブなんだろうと思います。ただ先ほど肉体というか運動系というふうなお話でございましたけれども、やはり雇用の A 事業所と B 事業所と両方雇用の場で働くとなりますと、これ労働時間の規制の問題あります。私ども働き方改革に勤めておりますので、働きすぎというのは困るというふうに思っておりまして、その部分については今回の法案では未解決ということだと思います。ここは今後よく検討していかなきゃいけないところだと思います。二平参考人。ご質問ありがとうございます。実際に副業兼業で働いている方が増えているというのは事実だと思っております。ただその中身がどういう人なのかということはよく考えてみないといけないというふうに思っております。その高所得の方で自分の能力を生かすために副業をされているっていう方も一方ではいるんでしょうが、数的に言いますと、特に我々の近くにいる人たちで行きますと、細切れ雇用を組み合わせてやむにやまれず兼業副業をする中で生活を成り立たせている人っていうのもおりまして、こういう人 を見るときにですね、今足りないのはやっぱりセーフティーネットの問題だというふうに思っております。そういう意味で今回の労災保険の通算、あるいは雇用保険についても65歳以上から始まりますが、こういったものについてもより広く拡大していくなどなどのセーフティーネットが前進していくということは、こういった方々にとっての一つ安心材料になるかと思っております。いずれにしても、まずそのディーセントワークといいますか、一つのところでちゃんと仕事ができて生活ができるというのが本来のあり方なんではないかというふうには思いますが、こういった実態もある中での対応としてはセーフティーネットの整備が大事だというふうに思っております。安倍参考人。はい、先ほど正木委員、そして今二大委員がおっしゃった通りのことを私も考えますし、加えましてこの兼業副業のメリットとしては、この人生100年時代においてですね、長くキャリアを築く際に、
まあ、一つ今の仕事ではなくてもう一つ仕事を持つことで、まあ、お試しのインターンシップ的な実際どういう仕事があるのかということを考えるきっかけにもなるかと思いますので、まあ、そういった点もメリットとしてはあるかなと思います。ただもちろんだからといってやみくもにですね、やればいいかというわけではなくて、やはりその裏側には安全衛生管理ですとかですね、まあ、そういったセーフティーネットも必要だろうというふうには思います。以上です。伊藤参考人。1点目、まあ、2点申し上げたいんですが、1つはやはり低賃金で、まあ、やむを得ず働かざるを得ない、まあ、不本意ダブルワークの方のことをきちんと考える、まあ、本業での賃金をまともにする等が大事だと思っておりまして、まあ、私どもは全国一律の時間給1500円の最低賃金実現を求めて、まあ、先生方にも要請をしている次第です。もう1点はやはり人手不足と働きすぎが言われる中で、副業推進ということはあまり強く言う問題があるかと思います。まあ、今回雇用保険について、まあ、複数事業所での働き方について労働時間把握をすると、週単位で10時間10時間であれば20時間という時間把握をするということがシステム上可能となるようなことが検討されているわけですから、これは労基法の38条に関わりますけれども、まあ、複数の事業所で働いた場合の通算をですね、現行の法制を守りつつかつ従来よりも厳格に、その本人が複数の事業所で何時間働いたかを把握し、その上で、労基法の原則をのっとって、にのっとり、要するに時間外を超えた場合にはですね、割増賃金をきちんと使用者に課すということを従来より厳格にできる、まあ、技術上の基盤が整ったと考えますので、そのあたりで労働時間把握管理をしていくべきというふうに考えています。はい、藤田君。どうもありがとうございます。まあ、今のお話をお聞きしても、その労働市場全体に当てはめて兼業副業を、まあ、推進するというメッセージは、まあ、私は少し、まあ、穴があるんじゃないかなというふうに、まあ、思うわけであります。で、今4名の皆様から、まあ、どちらかというと労働者側からの観点からお話をいただきましたが、こういう労働関係の政策を考えるときに、まあ、皆さんはすごくバランスを持って今日お話をいただいて感謝しているんですけれども、まあ、労使は常に対立関係で労働者は企業にこう搾取されているというような、まあ、イメージの間違った認識が持たれて、まあ、企業側と労働者側がこう共通価値を、まあ、総合利益を最大化させるために持てないというような、まあ、観点から議論を進めるのは私はまあちょっと違うなと、まあ、思うわけです。だからいわゆるですね、企業と労働者の権利義務の関係というのはどちらか一方に偏りすぎると労働市場が歪むのではないかというふうにも、まあ、思います。で、その中でこと企業側から少し見たときにのお話をさせていただきたいと思います。特にですね、中小企業、中小企業の従業員は労働市場の 70% と言われておりますから、まあ、非常に重要な問題です。で、中小企業は、まあ、赤字企業も多いですから、まあ、非常に苦しい経営環境の中、そしてこの全体の GDP が自然増しないこの経営環境の中で、まあ、経営をやっておるわけでございます。で、その中で昨今の状況を見てみますと、そもそも労働人口が減少し人手不足、そして、採用難で、これ採用コストもどんどん上がっていっています。で、その中で消費税の増税がありキャッシュレスへの対応を迫られ、そしてインボイスも、まあ、検討されていると。で、同一労働同一賃金、それから労働再建の時効期間延長は先週ここ委員会で通りましたが、それから今回に含まれています定年延長、兼業副業の推進、年金のパートを含む適用拡大、最低賃金の毎年の引き上げ、社会保険料の毎年の引き上げと、こう企業側から見るとですね、企業の経営環境を揺さぶるような一つ一つはそこまで大きなインパクトではないにしろ、これ合わせてみるとですね、かなり人が雇うのがしんどいというようなですね、この政策が近年立て続けに、まあ、打たれているわけです。で、これは労働者保護の観点から見るとすべてプラスに働くと思いますが、この労働者と企業の権利義務関係を、まあ、この労働市場で最低化させていくために中小企業のこの負担増というのをどう捉えるかというのを皆さんのご見解をお聞きしたいと思います。4人のすみません、4名の皆さんにお聞きできたらと思います。正木参考人。
おっしゃる通りでございまして、経営労働政策特別委員会報告、経団連のでも書いたんですけれども、2018年度の一般労働者1人当たりの現金給与総額、継続的な賃金引き上げ始まる前の2013年度から比べまして 4.4% 増やしたですけれども、社会保険料負担が 10% 増となったということで、税引き前の賃金額の伸び 3.5% 増にとどまっております。そんなことで、非常にいろんな負担がかかってきておりまして、日本商工会議所の三村会頭も本当に何重にも負担がかかってきているんだということを訴えておられておられるわけでございます。中小企業においては、賃金、それからそういう社会保険料、さらにもし、これで弾力条項が発動できなくなると雇用保険料まで、含めて、引き上げということになると非常に負担は重たいというふうに考えます。二平参考人。先生どうもありがとうございます。我々労働組合の中では、生産性三原則というのがありまして、何かと申し上げますと、これは中小大手、関わりなくということでございますが、一つはやっぱり労使で雇用の安定というのはいずれにしても守っていかなきゃいけないと。その上で生産性向上もはじめ、そこでしっかり労使協議をしていくということが一つあろうかと思います。やっぱり技術革新の激しい中で、足元の短期的な利益のみならず、将来に向けた投資事業計画をしっかり話し合うということが必要だと思います。で、3番目がその成果については適正に株主もそうですが、そこだけに偏らず、働く人にもきちっと還元するといったことがやっぱり基本になくてはいけないんだろうと思っております。足元のですね、人手不足などを考えますと、中小企業取引関係なども含めて厳しさはあるというのは重々我々の傘下の労使関係でも知っているところでございますが、じゃあそれに甘んじて何もしなくていいのかということでいけば、その誰も本当に若手中堅含めて来ていただけないような企業になってしまうんではないか、そういう中で、やはり魅力ある企業づくりということについて、労働組合としてもこれ労使関係の中でしっかりやっていく課題取り組みというふうに認識しているところでございます。安倍参考人。さまざまな制約条件の下でも、中小企業の中にはですね、職場環境を良くしてこの人手不足を乗り切ろうというような企業もいくつもございます。私自身もそういった企業にお邪魔させていただきまして、どういった取り組みをしているかといったことを勉強している勉強する機会もありました。で、そうした中でやはり企業経営の中では良い職場環境、労使関係というのが非常に大事ですので、そうした取り組みもお願いしつつですね、行政もさまざまな補助金を準備しておりますので、それをうまく活用してより良い職場環境を作るといったことをしていただければいいかなと思います。もちろん経営が苦しいということは重々承知しておりますが、その中で創意工夫を図っていくというのが、これまで日本の労使関係で取り組まれてきたことだろうと思いますので、そうしたことをですね、今後ともお願いしたいなというふうに思ってますし、またそうしたいい経営をしている企業にですね、行政が支援をしていくということを拡充する必要性はあるかと思います。以上でございます。伊藤参考人。ご質問ありがとうございます。全労連もですね、その労使環境をこう相対立的に見てというのではなくて、健全な労使関係のもと、それがあることこそが事業の健全な発展だということで、加盟労働組合各努力をしているところであります。先生のお話 その中小企業の苦しさですが、私はこれを見る場合に、その労使、要するに労を優遇しすぎて苦しくなっている、そういう社会保障制度があるということではなくて、私はむしろその大企業中小企業関係、要するに公正取引ルール、この弱さから来ているのではないかというふうに思います。最近政府の方でもですね、その過剰な内部留保というお話がありますが、多くは下請け中小企業についてよく話を聞きますと、この間相次ぐ原価低減ですとか、
さまざまな制約がある中で、ほぼその利益を持っていっていかれてしまうんだと、まあ、このような社長の述懐をよく聞くところであります。私はそうしたことについても目配せをした上での中小企業環境というものをちょっと議論していただいてはどうかというふうに思う次第です。ありがとうございました。藤田君、時間になりましたので終わらせていただきます。本当に今日はありがとうございました。以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。この際、参考人の方々に一言ご挨拶を申し上げます。参考人の方々には貴重なご意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。午後3時30分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。